阪神、逆転される。うまく打たれたけど2球フォークを続けたのはどうかな。あっという間に逆転されたやん。6番手の態度ちゃうやろ。ベンチ前で正座しとけや疫病神。満塁にしてる人間が悪いので仕方ない。それは置いといて。切り式の球が甘いのだめ。ああ逆転された。配球は良かったんとちゃ隠すもと褒めなしゃあない。すべてはランナーをためた西勇気とかいう不純男のせい。切り式打たれたかしゃあない。あちゃ切り式としてもかなり打ち取ったに近い打球だけど変えるのが遅いんだよな。あららしゃあない。悪い夢た西さんだ。全部悪いから気にすんなよ切り式くん。ピッチャー返しが甘く決まってしまった。やっとゆっくり試合見られると思ったらまた先発の勝ちが消えていく。なんかもう勝ちゲームと油断してたら1イニングでひっくり返されるとは。まあ交代が遅いわね。ここで切り式なら関根のところで出しとくべきだったし。うわあ運命とんなとこが良かっただけやん。ご視聴ありがとうございました。